札幌市営地下鉄南北線真駒内駅真駒内は、北海道札幌市南区にある札幌市営地下鉄南北線真駒内駅を中心とした町名に真駒内を関する地域一体を示す。南区役所をはじめとした公共施設が集まる南区の中心である。アイヌ語で背後にある川を意味する幕オマナイが語源であり、真駒内川を指す、この名称が そのまま地名ともなった。1876年、開拓市によって開かれた牧牛場で、エドウィン・ランが落農とアメリカ式農法を指導した。こうして始まったマコマナイ市畜場は、以後70年にわたって、北海道の畜産と農業の発展に大きく寄与した。1945年、新中軍がマコマナイ一帯を接収して、軍事基地、キャンプクルフォードを建設する。 1954年にキャンプ地の一部が返還されると自衛隊が駐屯を始めた。キャンプ地が全面返還されたのは1958年のことである。キャンプ地が返還されてからは公営や UR の団地群が立ち始め札幌オリンピックのメイン会場となってからは本格的に宅地開発が行われることとなる。1971年に 南北線マコマナイ駅が開業。かつて運行されていた、上山系鉄道線の敷地の一部を転用したものである。1972年に行われた、札幌オリンピックの主会場となった、マコマナイアイスアリーナやオリンピックの選手村などの建物がマコマナイの各地に残されている。1978年の千葉新一主演ドラマ、十字路で舞台となった。 町民と札幌市立真駒内小学校の在校生がエキストラで出演し撮影協力をしている。他のニュータウン同様少子高齢化が進んでおり、2012年4月には駅周辺の小学校4校を2校に統廃合した。ありがとうございます。